神奈美町中心部神奈美町は、静岡県東部の人口約3.7万人の町。神奈川県に接し、近隣の沼津市や三島市などとともに、県東部の中心都市部を形成する。伊豆半島の付け根に位置する町で、箱根の南に由来する町名に現れるように、箱根山の南西六と、そこから南へと続く。 丹那山地の山陵西側の丘陵地に加え、田平野の一角を超域とする。自然環境は、山間地に標高1000メートルクラスの山があり、箱根山、倉掛山、黒岳に囲まれた豊かな自然環境を有している。町の中間に位置する丘陵地はおおむね海抜30から40メートルで、ならだ高な大地が続く、畑作地帯である。 平坦部は、海抜7メートル程度で、水田地帯でもあるが、人口の約60%が集中し、市街地が形成されている。町は、近隣の都市のベッドタウン要素が強く、国鉄東海道本線の三島駅移転後、急速に発展した。町の北東部にある、神奈美駅は、東京駅から直線で約100キロメートル圏内の距離に位置し、 南関東や東京都心部への通勤も可能である。町の東側に広がる急峻な産地は、別荘地も発展している。市街地は町を東西に走る。熱間道路と田形平野を南北に走る。国道136号沿いに広がり、三島市から商業地や住宅地が続く。神南町南端部にあるダイアラ山より、町の全景。写真の中央部が、 神奈美町の中心街、左は三島市などの芝市、右は伊豆の国市。中央の山海が箱根山、右のなだらかな稜線から膨らんだ山が黒岳、下を流れるのは狩野川。山間地、丘陵地の大部分が第4期の火山採設物で、形成され、安山岩、火山岩、ローム層及び、軽石層からなり、火山帯が、 南北に走り北伊豆断層帯に、丹那断層をはじめとした複数の断層を含む。平坦地は、狩野川及びその支流の雷光川、柿沢川によって運ばれた土砂が堆積した第四期深層の、沖積土度からなる。比較的海岸に近い地域であるが、日中と夜間の気温差は大きく、盆地型の内陸性気候の傾向がある。特に、 冬の夜間の冷え込みは厳しく、年平均気温は、静岡県内の他の地域と比較してやや低い傾向にある。年間降水量は、約1700ミ、mm、リメートルから2000ミリメートル程度。年間を通して最も多い風向きは、東寄りと西寄りで、秋から冬にかけて比較的弱いが、低気圧の通過に伴い、一時的に、西南西の強風が吹くこともある。 静岡県東部地震で発生した地割れの様子。町内では激しい横揺れに見舞われ、屋根瓦が吹き飛び落下するなど、家屋の一部損壊二棟の被害があった。人口は長年増加傾向にある。2010年の国勢調査の速報値で、初めて人口が減少に転じたが、周辺市町も同様に減少しており、減少率は周辺市町よりも小さい。 町の政策は、主に第5次神波町総合計画に基づき、伊豆中間自動車道を中心に、都市再生整備計画が進められている。町は、蒸気道路の開通を、神波の第3の夜明けと位置づけ、伊豆中間自動車道へのアクセス道路の整備や、下水道や、高架下の公園整備などが進められている。道の駅については、 伊豆半島にある近隣の道の駅とともに2015年1月30日に伊豆半島の特色はある道の駅が連携しブランド化を理由に重天道の駅に選定されている。神奈美町が所属する田形郡は平成の大合併により伊豆の国市と伊豆市が誕生し現在は神奈美町のみとなった。神奈美町は周辺の沼津市や三島市を中心とする 合併問題に揺るがされ、周辺市長と同じく合併はしていない。過去に提言されてきた合併案は下記の通り。海外カーマン市1985年10月12日姉妹都市、提携ジオパークとは地球活動の遺産を主な見どころとする自然の中の公園のことであり、県東部の自治体が伊豆の自然遺産の保護と観光振興などを目的として、 2011年に伊豆半島ジオパーク構想を立ち上げ認定に向けて取り組んできた。2012年に日本ジオパークネットワークへの加盟が認められた。神ン町におけるジオサイトは丹那断層をはじめとする丹那断層体が作り上げた地形などがある。丹那地区の盆地小売業とサービス業が主たる産業でベッドタウンを支える。町内を貫く。 熱間道路や国道136号沿いに小売業やサービス業の店舗が集中する。丹那地区は落農が盛んで明治時代の初めには乳牛の飼育が行われ100年以上の歴史を持つ。製造業としては三島市より2006年秋に山本食品が移転三島わさび工場を開設。工業としては寺岡製作所が上沢地区に 神波工場を記念着テープの生産を行っている。NTT 東日本伊豆病院神波駅日帰り温泉ゴルフ場。ありがとうございます。